ません。で政治家個人のね、はい、その資金として選挙のお金を使うと、はい、その政党支部の活動の中で選挙のお金を使うとね、そこの辺が完全にそのね、区別されてるなら別なんだけども、実際のその選挙っていうのは、その途中の段階では、そんなに明確に分かれてないんですよ。それで、やはり最終的にそれをきちんとその整理する段階では、支部の方でしか受け取れないお金は支部の方で処理する。これは当たり前ですよ。それはその適法に処理するっていうことが前提なわけだから、それをね、国境層の側が、この小林陣営の方に選挙に関する資金を提供するときにですよ、なんでわざわざ、あえて違法なね、宛先で寄付するってことをしないといけないのか。支部に対して、支部だって選挙に関する活動をやるわけだから、支部に対して、寄付していいわけ、研究すればいいわけですよ。それなんで、その宛先をわざわざ違法な方向に向けてね、その小林、議員個人に対する寄付という意思でやるのか、そんなのちょっと考えられないでしょ。いや、だから言ってみればね、その相手の人との関係でね、相手の人がくれてやるって言ってるものをね、わざわざもらわないで後で泥棒するようなもんですよ。そんなことやらないでしょ、普通の人は。そのぐらいね、その違和感のある逮捕だったんですよ、今回の。つまり言い方を変えてみると、まあ、何の問題もなく適法に処理できるお金、まあ、限度ね、量的制限の問題は別として、若干その問題はあっても、少なくとも支部の方には基本的には合法適法に寄付できるのに、それをなんで、わざわざ、ね、どの道寄付献金するつもりはあったわけだから、ね、だから当然自分にとっても、ね、送る側ですね、まあ、寄付する側にとっても、それから相手先にもですね、受け取る側も迷惑かからないように処理しようと、処理してもらおうと、そういう送り方、寄付の仕方をするのは当たり前ですよね。そういう手数が当たり前じゃないですか。でしかも例えば何か何か完全に隠れてこっそりと送っていたら、ともかくその送り手である国教祖という人たちは姿を表に現しているわけですからね、ですから確実に、この何て言うんですか、隠れて献金を、闇献金のようなことをやってたわけではない。だからその一部が政治家の側に回ったというような言い方になってるわけですよね。まあ、そこのね、1600万のところはあまり表に出したくなかったっていうことを、その小林陣営側の会計担当者は言ってたみたいですね。だからそこがなんか若干闇献金的なものがあったのかもしれない。それからいろいろ問題されてるのが、その通常のね、設計費を、受け入れるのに使ってる、何か支出のに使ってる口座とは違うね、隠し口座みたいなところに入れたんだということがね、これがその支部の支部型の献金じゃないということの根拠みたいに言われてるようなんですけど、それは全然違いますね。どこの口座に入るかということと、どこに当てての献金なのかということは日程は全然別です。あ、そうなんですか。それは別です。でそこはどうもね、そのなんか検察がね、そこ非常にそのなんかこう都合のいいように解釈してね、政治金規制法違反のね、その政治の範囲を広げてるような感じがするんですよ。これものすごく危険な話で、そんな考え方を適用できるんだったら、もうね、政治に関する金の動きはあらゆるものが政治資金規正法にありますよ。それは政治資金規正法で何をね、公開しようとしているのか、政治資金規正法が収支の公開を求めている政治資金の収支というのは何なのか、どういう情報を国民に伝えることを求めているのかということを根本的に考えれば分かる話なんですよ。そんなの、その会計帳簿に記載するようなちょっとした細々したお金の流れをね、全部収支報告書にかけって言ってるわけじゃないんですよ。ですからね、ここはね、本当にその今回の件がこういうやり方で人を逮捕し、それで起訴するってことがまかり通るんだったらね、もう本当に検察の捜査権限というのはもうとどまるところを知らなくなるんじゃないか。無限に拡大していく。非常に恐ろしいですね。その法というものもね、定まっていながら、その運用みたいなところ、あるいは裁量とか解釈のところをどん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 その検察当局がですね、変えていくとか、あるいは広げていく、押し広げていく、こういうこと自体が我々素人なんてわからないんですけれども、そもそもは許されることなんですか。いや、許されないことですね。それは、
あらかじめルールが明確化されて、その明確なルールの中で公平に違反をね摘発していかないといけない、そういう形じゃないと民主主義って成り立たないと思うんですよ。事後的にどん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 使い方で変えていっちゃったらおかしいですよね。でね、で今回もう一つね、その印象的なことは、もう国境層の側が徹底抗戦してですね、完全黙秘したってことですよ。でこれはね、その検察が予想してたのかどうかわからないけども、まあおそらく戦い方としてはベストの戦い方だったんですよね。こういう不当なね、法解釈、法適用自体がどうもね、ちょっとデタラメだと思えるね、そんな事件って話のしようがないじゃないですか、説明のしようが、そもそも。だからそれはもうとにかく、もう一切その捜査機関側に対しては何も喋らない。それでそのいかにこの法適用がデタラメでめちゃくちゃかということを、きちんとその後の起訴された後の手続きで明らかにする。これはそのある意味では弁護人側の方針としては非常にリーズナブルだと思うんですね。でおそらくそれをやられたために警察の方は困ったと思うんですよ。なんとかかんとかね、うまくその逮捕してから調書で丸め込んでね、今言った政治家本人への起訴という証拠をなんとか固めなかったんでしょう。それだからわざと無理して起訴したんです。あ、3人も逮捕したんですよ、国境側も。ところがそれに関して全然証拠が取れない、供述も得られない。で結果的に昨日 の, その警察庁でどういうことをしたかって言ったら、これ考えられない状況ですよ。競うようにしちゃったわけですよ、2人を。3人逮捕してるうちの2人を競うようにして、で1人だけ起訴したんですね。これもね、ちょっと考えられないですね、常識では。これ要するに起訴猶予というところが考えられない、つまりその起訴猶予じゃなくて、まずこういう場合の、完全黙秘している事案での起訴猶予というのが非常に考えにくい。だって起訴猶予というのはね、これは検察庁法、あの検察庁法のね、248条だったかなに定められている検察官の訴追裁量権ということなんですよ。検察官はこれ日本の検察の特徴なんですけども、起訴便宜主義って言って、この犯罪が認められるときでも情状を考慮してね、その犯罪の動機とか、その人間の生い立ちとか、その時の状況とかね、いろんなことを考慮してあえて起訴するまでもない。これはその起訴しないで済ましてやってもちゃんと更生できる、大丈夫だと、思った時にはあえて起訴をしないという処分ができますよ。これは起訴便宜主義なんですよ。まあ例えて言えば、非常に貧しい状況で、で本当にひもじくてついつい無銭飲食してしまった。だけれども、ずっと日頃の働きぶり見たら真面目にちゃんと働けるだろうと、そんなような印象がかけられる。その犯罪自体もね、その動機に、かわいそうな面もあるし、そして、重要なことはそれで、その後事後的にね、生活の環境とかね、経済的な状況も整えられたりして、これで、ね、二度と犯罪を犯すことはないだろうというふうに検察官が思ったときに、あえて起訴するまでもない、起訴猶予するわけです。でその当然の前提として、本人が罪を認めてね、あれでその改心してない、反省してないといけないと、当たり前のことですよ。ところが今回は完全黙秘でしょ、最初から最後まで。何が反省してるんですか、何がね、組むべき情状があるんですか。そういうなんかするじゃんじゃないですよ、考えたって。これ見てる人誤解しちゃいけないからあれですけど、完全黙秘してるってことは彼らが反省してないって、そこで反省してるわけもないですよね。つまり反省してないというのはそれ以前の段階で罪を認めてない、つまりこれは少なくとも本人たちは我々はやってないし、これは言いがかりだと、こういうふうに思ってるから当然黙秘もするし、反省の態度なんて見せるわけもない、だって反省しなきゃなんない理由がないと、こういうことですよね。それをね、犯行が従属的だから、要するに犯罪自体が、主導的なものじゃない、従属的なもので立場が弱いからね、それでその起訴猶予にしたとかっていう説明らしいんですけど、俺ももう全く理解できないんですよね。だって本人たち全然説明してない、喋ってないんでしょ。その誰が中心で誰が従属的なのかってどうして分かるんですか。それで新たに分かったこと何一つないわけですよ。だからね、もしそんなことが言えるんだとしたら、逮捕する前から分かってるはずでしょ。じゃあなんで逮捕するんですか、最初から。
20日間も拘留してね、20日間も人を閉じ込めといて、それで起訴猶予にせざるを得ないような事案で、なんで最初から逮捕